ニコラ2世の紋章、ニコラペトロビチニエゴ氏は、現在のモンテネグロ王家家長。モンテネグロ王ニコラ1世の着想村にあたる。モンテネグロ王大使を称しており、王政支持者からは、ニコラ2世と呼ばれている。モンテネグロ王家家長、ミハイロと、そのフランス人の妻ジュヌビエーブ・プリジャンの間の、一人息子として、両親の暮らすフランスで生まれた。 両親は1949年に離婚し、ニコラは母親に引き取られた。1964年にパリの芸術アカデミーで建築学を学び、1965年から1967年まで建築、設計事務所の実習生として働き、様々な建築設計に携わった。1967年から1971年にかけてアボリアの ウィンタースポーツ施設の設計に参加している。1971年に建築学の学位を取得し、フランス建築家協会登録の建築家となった。1976年11月27日にトレブールダンにおいて弁護士のフランシーヌ・ナバロと結婚し、一難一女を設け、レディラに今日構えた。1986年の父の死により、家督を継いだ。 1980年代には、セキニエのモンテネグロ国立博物館の共同創立者の一人となり、また、セキニエ現代美術展覧会の主催者を務めるなどした。この展覧会は、1991年のユーゴスラビア崩壊以前のバルカン半島で開催された最も重要な美術展の一つである。2011年にモンテネグロ政府の招平により、同国に移住し、 政府の儀礼上の公式代表としての役割を果たすことになった。2011年7月のオーストリア・ハンガーリー、元皇太子夫フォンハプスブルクの葬儀にも、モンテネグロ政府代表として出席した。現在は、責任への応対子宮殿を皇帝としている。ありがとうございます。